今回の動画は岬にいるメンバーを呼んでみた、各地の最新情報もお届けします。そして私キャプテンから皆様に報告が、メンバー全員が出たり消えたりの5分間。お久しぶりです。キャプテンです。さて皆様、寒くなってきましたけれど、おかわりありませんか？もう15分後に出航が迫ってます。ありがたいことに本当に忙しくて、メンバーも YouTube メンバーも今日のこの瞬間もいろんなところで頑張ってます。例えば泰造はちょっと呼んでみましょうか。泰造、こんにちは。今日は奈良の泊まりにお仕事に来てます。小学生の修学旅行です。奈良といえば、この方たちですね、ご紹介します。こんにちは。調子はどうですか？最近の奈良はどうですか？忙しいですか？あ、なるほどなるほどなるほど。あとみかんに自撮り送ってって言ったんですけど、こんな動画が届きました。他のメンバー、トム、エイトマン、フーミンの3人は10代以上の大口仕事に行っております。呼んでみましょう。おーい、おはようございます。おはようございます。寒い寒い。結構雪が降りました。ここは岐阜県高山市庄川でございます。今日も一日頑張ります。エイトマン、どこにいるかちょっとわからなかったんですけど、もう一回リピートして探してみてください。私も見つけられなかったです。どこにおるん？後でもう一回見返したいと思いますと思ってたら動画届きました。高山市内からでバスで1時間ほどのとこにあります白川郷へ来ました。向こうの山の上雪積もってます。私はというと、これから日帰り仕事、本当に今月は全部泊まり仕事だったので久しぶりの日帰り仕事で、そんな私から報告というよりかはお知らせというか、まあ部活動ですから連絡を、本当にたくさんコメントをいただいてるのに全くお返しもできてなくて、いつか絶対、はい、答えられる範囲でお返事していきたいなと思います。 YouTube を始めて7ヶ月、まあ半年以上が経って、一番最初に思ってた以上の反響があって本当に嬉しいです。 YouTube のメンバーですよねとかってなんかお声掛けいただくこともあるみたいで、私はまだないんですけど、なんでしょう気づかれてないのか。で、私たちがやりたいことをもちろんこれからもやっていくんですけど、一番に思うのはやっぱり皆さんがどんな動画を見たいかなっていう、そういう気持ちはこれからも変わらずに、あとはもっとバス会社を定算をしてほしいっていう思い、これも忘れずに今までと変わりなく頑張っていきたいなと思っていますので、今後も応援してほしいなという、まあお知らせといったらあれですけど、強いて言うなら布教をしてくださいいろんな人に拡散してください。もっともっとたくさんの方に見てもらえるような部活動チャンネルになるように、皆さんも一緒に頑張りましょうって言ったら変ですけど、ですから今後もよろしくという内容の動画でした。はい、あ、すいません、まもなく出航の時間のようです。天候にこれから行ってきます。今日もめっちゃいいお天気です。今日のお客様にとって最高の一日になるように頑張ってきます。行ってきます。
します。